はい、どうも、孝太郎です。っていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、2022年のね、12月の反省点ってとこですね。はい。2022年の12月ですね、すごくね、YouTuber にとってはね、動画の稼ぎ時なんですよね。はい。まあ、そこで稼いでね、どうするかいうとこなんですけども、なかなかね、かんばしくなかったってとこなんですよね。これもちょっといかんなるディスクス見てみましょうかね。2021、収益じゃ回数にしましょうか。これの、12月がね、ちょっと調子が悪かったんですよね。はい。視聴回数が、49万回か。ね、調子がいい時の10月かな ?9 月かな?どっちかが、確か70万回ぐらい回ってたんですけど、ね、月々ですね。49万回とね。これがなんでだとね、前ね、チャンネル登録者数も全然伸びてないと。それは1万、それは3万人いかへんわ、いうとこなんですけどね。これなんでか言うとね、やっぱりですね、コンテンツが一見、どうやったみたいな、一本上司やったみたいなところがありますよね。ちょっとですね、やっぱり動画がね、めっちゃ溜まってましたね。いろんなね、登山動画とかが、あと総集編もやりましたよね。まあその辺でちょっと、総集編はまあちょっと楽なんでちょっと楽してたなっていうのがあるんですけど、まあできるだけ毎日半紙をね、意識してたんですけども、それがちょっと裏目に出たんかなっていうところがありますよね。はい。なんでね、まあまあね、さすがにね、動画撮りに行ったらね、ロケに行ったらその分ね、扱ったりとか行ったらその分の、ね、旅費とかね、交通費とか回収するために12月に持って行ったっていうのはあるんですけどね、いかんせんこう新しいものを出していないっていうのがね、範囲やったんじゃないでしょうかね。はい。去年とかでしたね、12月はなんか他のことやってたかな、なんか撮った動画、ため撮りした動画を編集するんじゃなしに、12月もロケで、このウェアを比べてみて山に登ったとかね、やってたんでね、そういうところがちょっと足らんかったかなとかね、これ逆に、部屋撮り動画も全然撮らなかったんで、ほとんどね、買って良かったもの以外は撮れなかったんで、その辺がですね、ちょっと敗因かなと。一本動画が一本上司やったというところですね。なんでね、やっぱりね、なんか言ってました。高橋がなりってソフトオンデマンドのね、この、わかる人はもう、会社もわかる人はわかるんですけど、その高橋がなりがね、一回ね、辞めたんですね。その、でっかい、まあ、会社があるんですけどね、その、言わずと知れず会社があるんですけど、その、高橋がなりが一回ね、辞めて、なんか農業の会社を開いたんでしょうね。で、まあ、ソフトオンデマンドはそのまま通り、その部下が続けてたんですけどね。したら、なんか、久しぶりに戻ってきたら、もうお前らはダメだ、とか言ってたんですよね。したら、その高橋がなりのその部下たちをね、その、こう、後を引き継いだ者たちは、なんでなんですか、調子がいいじゃないですか、うちの、数字としてはもう売り上げめっちゃいいじゃないですか、言うときながらもね、いや、お前らはダメだ、新しいものを作ってない、みたいなね、だから、で、お前らはもうやめろ、みたいな感じで言ったみたいなね、記憶に残ってますんでね、なんでよりによってそのエピソードやね、っていう話なんですけども、ね、そういうことがあるんでね、やっぱりね、高橋がなりゃ、これは見てはおれんっていうことで、また会長職かなんかに戻ったんだな、ソフトンネーマンドのってなってるんでね、いや、これは見ちゃおれんっていうところでね、まあそのエピソードなんかまあ妙にね、思い出しましたよねっていうところですね。なんでね、ちょっとまた今年ですね、またちょっとなんか新しいことを、新しい動画とか新しいジャンルとかにもちょっとね、挑戦していこうかなと。 YouTube だけじゃなしに、それまあ毎回言ってるんですけどね、まあもうそれの中でまあ自分の中でここにあるんでね、まあちょっとなんかいろいろとやっていこうと思いますんでね、また YouTube 以外でもちょっと見ていただけたらなって思います。はい。でまた企画もね、ちょっと新しいことやっていきたいと思いますんでね、そうですね、それもまた何回もちょっと2回被りましたか、また見ていただけたらなって思います。はい。まあそんな感じで、ほな、さいなら。